これは、北京オリンピック代表小林陵侑選手がジャンプした時の空気の流れをスーパーコンピューター、富岳で分析した動画です。ジャンプ中の姿勢の変化をデジタル的に記録して、踏切から着地までの一連の動作を丸ごと再現しています。その結果、小林選手は一般のジャンパーと比べて、ジャンプの後半に 揚力という持ち上げる力が増えていることが分かりました背中の緑色などの線は気流の乱れを表していて右側の一般のジャンパーと比べると左側の小林選手は乱れが少ないことが分かりますこのため背中側の圧力が小さくなり揚力が増していると考えられるということです